はい、今日は花ちゃんは予防接種でした。お利口さんやったな。もうちょっと疲れてノックダウンです。寝ちょきな。あ、疲れたな花ちゃん今日は。なんか後ろ向いてますね。はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。今日は午前中結構な雨が降ってたんですけど、やっと午後から今明かりましたね。午前中はちょっと地域の用事で作業はできなかったんですけど、午後今ちょっと晴れ間が出たんで、また草刈りの方をしていきたいと思います。で、前回の動画で花ちゃんのドッグランね、あれを作るということで、まあ平地の方はウィングモアの方で大体は買ったんですけど、フェンス周りですね、ここが結構草があって、まあ花ちゃんも鼻を結構草むらに突っ込むんで、まあそういうところもちょっと今日はあの草を買っていこうかなと思ってます。あとこの糊面な、この糊面、これ結構ボーボーになってきたな。で、この上にもう一段、前回の動画はこの上の畑を主に写したんですけど、今その下で今撮影してます。はい、ということでフェンス周りとこの糊面、これを今日は買っていきます。で、今日はフェンス周りということで、まあ、チップ層を使うとフェンスとかをこう巻き込んだり、草刈り機の刃が立って草刈り機を傷めたりするといけないんで、今日はあの障害物の多いところで活躍するナイロンコードカッターね、これを使っていきます。もうナイロンコードカッターはもう仕事は遅い、もう仕事は遅い。結構背丈の高い草はきついしね、これぐらいのこの糊面の草はちょっときついかもしれんな。時間も多分かかるでしょうね。で、その分エンジンも結構ふかすんで燃費もやっぱ悪いな。ただいいところは、粉砕するんで後片付けっていうか、そういうのがないっていうかね、跡がすごく綺麗ですよね、買った跡が。そういうところがとてもあのいいところです。あと障害物のところをまあ枯れるっていうところですね。で、やっぱさっき言ったように仕事も遅くて燃費も悪い状況ですので、草や刈る場所によってこういうものを使い分けるといいでしょうね。で、今日使うのはオレゴンの 2.65mm になるのかな。これも視聴者様から教えていただいて、これを今あのアマゾンで買って使ってるんですけど、これは本当ナイロンコードの中で今のところ私一番かなと思います。ただそんなにも私も種類使ってないんで、まあ何とも言えないんですけど、私が使った中でまあ今これが一番いいかなということで、これは視聴者さんからもいいですよというおすすめで購入して今使ってます。いやー、今日も雨降ったからかさ、もう作業してないのに暑いわ。はい、ということで今日も昼から作業ですけど、ナイロンコードカッターで草刈りの方やっていきます。どうぞ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今日も花ちゃんのドッグラン作っていきましょう。
ナイロンコードはすごいわ、飛散物が草のな。エプロンするべきやった。でもエプロンすると暑いしな、うん、そこがやっぱちょっと、いかないかな、これ草の汁も飛ぶしね。もう草丈の高い茎の太いやつは切れない。でナイロンコードの方が切れてしまうんで、まあ、しょっちゅうちょっとナイロンコードの引き出しとかいうのをしないといけないっていうのがありますね。私の圃場は石とか石垣だとか、まあ、畑も起伏が結構あるところが多いんで、ナイロンコードは非常にいいんですけど、ただやっぱりその仕事が遅いのと太い草は枯れないっていう、チップソンの方になりますね。あとまあ汚れる、めちゃくちゃ汚れる、これはね半端ない。でもフェイスカバーも今日してこうと思ったらなんかどっか行ってなくなったんじゃないかな。片付けたらなくなるわ。片付けずにその辺にポイッと置いちゃうとなんかすぐ見つけ出すんやけど、片付けるとなくすな。ということで、まあ今のり面やりましたけど、まあチップソンならこののり面はあっちゅう間に終わるんですけど、ナイロンコードはやっぱ若干遅かったですよね。エンジンも全開です、全開ですね。まああとフェンスの周りをずっと買っていきましょう。ちょっと無理したら切れた。ああ切れたな。これがめんどくさいよな。ああまあじゃあちょっと直していきましょう。あこれ切れたんじゃなくて、なるほどはなくなったやな。なくなったや。うん。はい直しました。じゃあもう少しやっていきましょう。はい、1段目終わりました。じゃあ次上の段に行きましょう。
本になった。ほんとな。はい、終わりました。あ、まあナイロンコードはな、最近ちょっと嫌いやな。まず仕事がはかどらんちゅうのと、途中でナイロンコードが障害物のところはいいと言いつつもやっぱ切れるんよな。切れた時のまた直しっちゅうかな、それの時間がかかる。あと飛散物もうすごいよこれ。もう汁も草もなんか飛び散って、もうあとなんかかゆいよな俺。なんかやっぱ草の汁弱いから、なんかあとかゆかったりするよな。やっぱり作業がはかどらんちゅうのがやっぱ疲れる。やっぱチップソーやな。障害物のところがやっぱカチカチチップソーは行くんでね、刈りづらいっちゃ刈りづらいんやけど、まあ石垣とかはねもうそこまで真剣にこだわらんでいいかなとは思うんやけど、まああと、まあ、花ちゃんのドッグランだけはちょっときれいにしてあげたいんで、まあ、ナイロンコードで今石垣とかは結構きれいしましたけど、はい、やっぱ仕事はチップソーの方がはかどるね。はかどるし私はそっちの方が好きやな。ナイロンコードは本当に跡がね、買った跡が本当綺麗なんよ。まあなので、まあ、ナイロンコードを好きな人も結構いると思うんですけど、全然否定はしませんけど、私はやっぱチップソーの方が仕事がはかどっていいな。はかどらんちゅうのがものすごくきつくて、あとイライラする。途中でナイロンが切れたりね、なかなか前に進まんかったり、太い草があるとそれ切れなかったりね、切れないんで残るんよな。それで無理していこうとするとナイロンコードが切れたりね。まあ私はあんまり好きじゃないな。ちょっと前までは結構きれいに刈れるからいいなとは思ってたんだけど、最近はやっぱシャークシリーズとか買ってよく切れて仕事がはかどると、やっぱこういうのを使うと本当なんか苦痛になる。まあ、ちょっとなんかナイロンコードの悪口みたいになりましたけど、ナイロンコードはナイロンコードでいいところもありますよ。障害物に強いというのもありますし、刈り草がね粉砕するんで跡が綺麗っていうのもあるし、いいところもあります。じゃあちょっとアラちゃんのドッグランどんな風になったか見てみましょう。はい、今こんな感じでとても綺麗になりましたね。あとフェンス外に草が生えてますね。内側はきれいに刈りました。下の段ですね、下の段もきれいに刈って、のり面もきれいに刈りました。まあ今のところのり面を花ちゃんが降りることはないと思うんですけど、大きくなったらこのなんかジャンプ台みたいにしてジャンプできるような格好で遊べるといいですよね。はい、ということで今日は、花ちゃんのドッグランを作るということで、前回は、平地をウィング周りだいたい買って、今日はこのフェンスですね、この周りをナイロンコードを、草刈りしてきれいにしました。まあだいたいこれで遊べるかなっていう感じです。まああと外回りもちょっとやらないかんねんけど、まあ、一通り今のところはこれで遊べるかなという感じです。まあまだまだね、ちょっと予防接種が終わってないんで、たくさんは遊べませんけど、まあ少しぐらいならいいんじゃないかなと思いますね。夕方からの作業でしたけど、花ちゃんのドッグランを作る大作戦はこれにて終了いたします。次の動画でお会いしましょう。